今回は剣盾リストラポケモンです。それではどうぞ。対戦よろしくお願いします。キャプします。所定ラティオスをどうするかっていう問題がありますね。ハリテヤマならちょっと特防に厚く振っているんで頑張れるかもしれない。まあ丸マインで頑張れという手もある。まあハリテヤマ丸マイン豪華猿が、まあ、広く刺さってるかなという印象はありますね。まあ僕が警戒しているのはラティオスですね。所定ラティオス、あるいは中盤終盤に出てくるラティオスをどう倒すか、それがこの勝負の要になってきますね。まあ所定はガブリアスか。まあ一応出し勝ちではあるな。冷凍パンチでごまかしていこうかな。引いてくるかな。冷凍パンチ警戒するなら引いてくると思いますけど、まあ僕は冷凍パンチをします。ガブリアス引くか。まあ冷凍パンチ警戒するよね。まあ先制技もあるし、ハリテヤマ何出てくるかな。ギャラか。なるほど、威嚇で攻撃力下がるね。これどれぐらい雷パンチで倒せるかどうか見とくか、この冷凍パンチの火力で。さあ、これの4倍ダメージが入ると考えると、まあ倒せなさそう。引きますか。まあ丸マイン出しでいいかな。タスキなんで相手の攻撃一発耐えるとは思う。丸マインでいいかな。雷パンチでもまあまああるとは思うけど、ただ丸マイン出しておくか。丸マインを出しておけば、まあここで竜の前だったら別にタスキ残るんでいいし、攻撃されてもまあタスキがあるんで次上から行動できるというところで、相手は何をやってくるか。アクアテール、アクアテールか。アクアテールはね、ハチマキギャラドス感あるね。これタスキ発動します。電気技を打ちたいところなんだけど、ガブリアス見てるからね、安易に電気技ができない。まあ大爆発が一番適当に打てますよね。は、無効化されないんで相手のポケモンに。交代するということはできないので、いやまあ相手が交代してくる読みで交代するっていう手はあるんだけどね、怖いよね。どうしようかな。結構悩ましい場面ではある。電気技はでもね、打つ勇気はないな。メザ氷か大爆発な気がする、打つなら。まあ大爆発を打ってハリテヤマのバレパン圏内にガブリアスが最悪入ってくれればいいかな。まあ、ギャラドスもまあ結構入るでしょう。大爆発防御低いんでね、大爆発でいいかなって思ってますね。爆発しよう。ああ引いてくるか。ガブリアスかな。マルマインの大爆発どれくらい入るか分かんないけど、ハリテヤマのバレパン圏内に入ってくれると嬉しい。さあここで大爆発どれくらい入るか。ああやっぱマルマインさほど強くないですね、大爆発は。まあこれバレパンじゃ倒せないです。まあ豪華ザル出すか。メザ氷で倒せるんだけど、上取れてればね。素早さの所属値的には勝ってるんだけど、マルマインと入れ替えるか。スカーフ自身だったらこのまま速攻でバトルは終わります。メザ氷かな。まあギャラ出し、ギャラに変えてくるっていうのもなくはないか。いやどうだ、雷パンチはメジャーか豪華ザルド。結構選択肢に入るウェポンだと思うけど、さあガブリアスの方が早い。激鈴ですか。おー耐える。これは陽気、陽気スカガブなのかな。さあ目覚めるパワー、まあ、これは落とせますね。まあガブリアスは倒せた。これで裏ギャラドスとあと1体、多分ラティオスだと思うんだけどね。ラティオスがかなり僕のパーティーに刺さってるんで、ラティオス連れてきてるとは思ってる。さあダイブボール、ラティオスの登場。やはり連れてきていたか。豪華ザル捨てるしかないかな。
まあメザ氷打ちます。さあ竜の波動か、メガネかな。張り手山ね、特防に振ってるから張り手山がどれだけ頑張ってくれるかっていう話になってきますね。行ってこい D ブリ。 D に特防に厚く振ってるんで耐えてくれるとは思います。まあ内訳可能だった場合の流星群でも多分耐えてくれるでしょう。まあここは冷凍パンチでいいかな。冷凍パンチどれぐらい入るんだろうね。まあギャラを出して威嚇を入れてくるっていうのもなくはないよね。メガネとかで入れ替え、あーっと竜の波動突っ張ってくるか。どうなんだろうこれ、メガネかな。ただこれお盆の実で結構回復できますから、まあ、次のギャラドスの一撃どうなるかっていうところですね。冷凍パンチで打ちます。おお耐えてくるな。っていうかあんまり効かねえな。おお凍った。よしこれはでかい、これはありがたい、これは大きい、これは神です、ありがとうございます。これはワンチャンありますね。全然ワンチャンある。これどうしようかな、どうしようかな。ギャラで威嚇を入れてくる。冷凍パンチに合わせて、こっちが冷凍パンチとかバレットパンチを打つことに合わせてギャラドスの威嚇を入れてくる可能性もなくはないかなっていうところあります。まあ凍ってるからね、一度雷パンチで牽制を、一度雷パンチでここで雷パンチあるんだよっていうのを見せて牽制しておく、そういうプレイングですねこれは。さあ雷パンチ倒せないのはまあまあいいですよ。まあこれもビビって相手ギャラドスさせないんで、ここはバレバンで倒していきます。さあ有手山のバレットパンチ、これがどれだけ入るか。よしよし、まあまあこれは決まりますよ。そりゃやっぱ先制技がある格闘タイプは非常に使いやすいですね。さあギャラドス、なんかでもアクアテールを見たからハチマキっぽいんだよな。まあハチマキアクアテールはもちろんこの HP の張り手は耐えられません。ただ雷パンチプラスバレパンで多分落とせるとは思ってる。まあここは僕は雷パンチしか打てませんね。相手が何をしてくるかっていうところかな。地震不一致、地震ごときじゃ。臨海さん対戦よろしくお願いします。キャプします。まああからさまな雨だよね。ガブリアスとかがタスキガブリアスで石を撒いてくる可能性とかありますし、スイ君とかも倒すのが結構厄介かなと思います。待って、時間なかった。ウォーターコロシアム、コロシアムは相手に有利に働いていると。さあ初手なんだろうな。こっちは向こうか、アグノムか。アグノム置き土産とかで起点作ってきて何かで雨降るのかな。どうするんだろう。まあ僕はトンボ返りでいいかな。スカーフだから向こうのアグノムがスカーフじゃない限りは大丈夫。まあスカーフアグノムだったら僕は泡吹いて死にます。ああこっちから動いたね。トンボ返り、これどれだけ入るかな。アグノム耐久ないんでね。とはいえ、いやちょっと硬いような気するな。もう少し入っても良さそうだけど、どうしようかな。置き土産とかなんかそういう起点、ステロゴ巻いたりとか起点要因かな。丸マイン出しますけど、まあ、一応丸マインなら上取れてるんで上から行動できます。次もアグノムは雨乞い。お前が雨を降らすのか。湿った岩とか持ってんのかな。さあどうしようかな。ここは素直に10万でいいかな。アグノム今思ったけど置き土産覚えねえわ。10万でいこう。アグノムは大爆発か。さあ10万で落とせると思いますけどね。ただ雨が降ってるのはやばいですね。キングドラとルンパッパ、この辺りがちょっとやばいかも。普通に無双されて終わりますね。とはいえマルマインのタスキが残ってるんで結構抗える、電磁波入れられますね。ルンパッパか、ルンパッパね。まあ電磁波を入れたいところではある、正直。まあ交代はできませんね。ラムの実の可能性があるんですよね。電磁波を入れると楽になるんだけど、ラムの実を持っている可能性が十分にある。だけどとはいえ、じゃあ殴るのも微妙だし、まあ電磁波かな。電磁波しかできないかな。ラムだったらまあその時はその時よ。
ハイドロポンプ外れる。まあ、ハイドロポンプを採用しているのが、これは悪いです。電池波。さあ、ラムの実じゃないね。オッケー。大丈夫。これでもう完璧でしょう。少なくともあと2回10万は打てる。うん、10万でいいかな。雨がいつまで続くかで、だよね。裏キングドラだったらちょっと、まずいかな。まあ、10万で。あ、ま、アグノム以外が雨降らしを持ってるかどうかっていうのもある。雨が切れた時に上書きしてくるかどうか。ハイドロポンプ2回目は当たる。うーん。ああ、弾か。どうしようかな。大爆発したくなっちゃうんだよね。こうなってくると。マルマインのヒットポイントが少なくなってくると大爆発をしたくなってしまう病気にかかってはいるんだけど、まあ、まひる可能性があるから10万ボルトかな。次も行動できる可能性高いんでね。10万ボルト。ぼちぼちですね。これ弾で落ちないかな。ギリギリ落ちなさそう。エナジーボールですか。まあ、それを外す可能性がない。うん、弾で落ちないよね。うん、雨も止まないか。雨長いよね。ちょっとターン数えてないけど、少し長い気がする。まあ、麻痺ってるから何でもいいんだけど、無効果から出していこう。ルクウォークの登場です。ここはね、トンボ返りで倒そうかなって今思ってますね。まあ、トンボ返りでいいと思うけど、威嚇を残しておきたいっていうところだよね。まあ、ガブリアスだとか、まあ、キングドラが物理だった場合、まあ、ドータ君が物理だった場合でも使えますからね。トンボ返りで威嚇を温存しておこうかなと思います。雨のターン数え間違えてなければもう5ターンぐらい経ってる気するんだけど、どうだ、ここで終わるか終わらないか。ああ、やっぱ湿った岩は持ってんのかな。さあラス位置なんだろう。キングドラだとまあ終わりかな終わりかなって思いますね。ガブリアスか。ああ、ガブリアスならまあまあまああるか。どういうガブリアスだろう。タスキガブリアスかスカーフガブリアスか。まあ、タスキだったら別にこいつで殴ってスカーフ無効果で殴ってでいいんですけど、スカーフガブリアス、イジッパスかガブとかだった場合、豪華ザル激輪で飛ばされるんですよね。で、相手スカーフだった場合、こっちの無効果浮いてるんで激輪しかここ選択できないはず。で、威嚇を一度入れておけば無効果は激輪を絶対耐えてくれる。まあ、豪華ザルも激輪を絶対耐えてくれる。で、タスキだった場合は上取れてるんでどっちも問題ないということで、ここは無効果を出して威嚇を一旦入れておきます。さあ、無効果の威嚇で攻撃が下がりました。激輪耐えるよね。 OKOK、 イジッパ激輪かな。まあ、イジッパか陽気かで結構変わってくるね。無効果が上を取れるかどうかが決まってくる。無効果は陽気スカーフにしてるんで、ガブリアスがイジッパリスカーフの場合は上を取れてます。まあ、ブレバで。さあ、ブレイブワード決まりましたね。まあ、そこで、はい。まあ、多分ガブリアススカーフだと思うんだよね。豪華ザルに激輪から入ってきたし。オッケー。さっきの1個前の試合でガブリアスに激輪豪華ザル耐えてたんで、多分あれが陽気スカーフガブリアスでギリギリ耐え、まあ乱数とかなのかな、わかんないけど、今回威嚇入れたから、まあ、急所に当たらない限りは耐えてくれるはず。うん、まあそもそもスカーフかどうかまだ確定してないからね、わからないけど、ここで普通に豪華ザルがスペーサー買ってる可能性も十分にある。まあ、メザ氷で。おお、やっぱガブリアスカフか。さあ、激輪、ピヨピヨ、動いてくる。これが急所に当たったら、まあ終わりです。ああ、当たらんかったね。オッケー。さあ、あとは目覚めるパワーで、これで、ウィンです。